とバッチ。今週のテーマは ILC 実現に大きな前進、実現に向けたさらなる取り組みの推進。3月7日 ILC 誘致に関して実現に大きくつながる関心表明が日本政府から出されました。この見解についてタッソ知事は、3月7日は日本政府がついに ILC 国際リニアコライダー実現について正式に組織的に取り組む出発の日となると述べ、また県 ILC 推進協議会の矢村会長も、 ILC 計画がもたらす技術的研究の推進や立地地域に対する効果の可能性が明記されたことは誘致実現に向けた確かな一歩だと評価しました。ジェフ・テイラーさんはですね、私たちは日本の国会議員や文部科学省の上級職員との対話で、日本の政治行政の環境は IOC に向かって急速に発展していることが示され、非常に勇気づけられました。私たちは日本から IOC のホストに対する積極的な姿勢がそう遠くない将来に表明されることを今なお大きく期待していますというふうにその印象を述べられたので、これは私はある文章の裏の裏まで読み解いた上での議長のメッセージだと思うんですね。中身は非常に濃いものだったというふうに私は受け止めています。3月27日には政府の関心表明を受け、県内外の ILC 関係者が一堂に会し、 ILC 講演会が開かれました。この日に講演を行った漫画会長島耕作の作者広金健志さんは、現在この作品の中で ILC についての連載をしており、 ILC の実現に強い関心を寄せています。この島耕作で取り上げて、日本の皆さんにですね、 ILC のこと、そしてこれがもたらす意義というものをですね、知っていただきたいと思いました。国民がこのことを知ってですね、我々の民主の力でこれは賛成しましょうよという機運をですね、盛り上げていってほしいなと思います。地元からの強い思いの発信が ILC 実現の力になります。 ILC 実現をみんなで応援しましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。